4月27日、2024年、ラブジャパンやってまいりました。今回の会場は有明ジメックスということで、私も今回は参加します。ギルティギアストライブとストリートファイター6の種目で参加します。現在朝9時です。結構会場のイベントとか物販コーナーも盛り上がってるみたいなので、どんな感じなのかちょっとリポートをしたいと思います。あ、小沢さんの小沢さんです。お世話になってます、いつも。いやー、どうしましょう。もう去年2日目に残ったから、今日も残んなきゃって言ってちょっと激そうです。今どうしたらいいか。相手分かってるんですよね。相手、あのシードなんですけど、どっちか。はいはいはい、で、はい、まあ大丈夫じゃないですか。普段通りやればというか。何かアドバイスあったら。キャラどうするんですか、ちなみに。あ、キャラはラムレザルをもちろん使いますけど、ちょっとさすがに負けとか。最後の切り札でジャックも使おうかなと思って、はい、自分は結構大会とかそういう時はもうノリでやっちゃうタイプだから、アドバイスすることないんですよ、ね、じゃあ普段通りで、普段通りで、はい、ありがとうございます。3日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。会場入るとハイスコアガールの大野さんたちがお出迎え。めちゃくちゃ迫力のあるイラストです。そして中に入るとイベント感がすごいです。すごいな。午前9時でしたね、私たちが入ってきたのは。なんですが、もうこんな感じでたくさんの人で大にぎわい。各ブースたくさん出ておりました。ハンターハンターの格上の私有なんかもあったり、あとは物販コーナーもかなりたくさんありました。デバイレスコントローラーだとかアケコンだとか、そういうデバイスなんかもたくさん揃っていましたね。私はこちらのスナックボックス購入しました。エボジャパンの公式のグッズもかなり早く売り切れて大人気でしたね。こんな感じで大にぎわいです。無理にその大会だからってやらずに、その普段やってるフォーム、普段やってる練習通りやれば絶対勝てるんで、そこら辺の人に負けないんで自信持ってください。あ、泣きそう。こんなこと言ってくれて泣きそう。ありがとうございます。アークブース、はい、長友さん、エントリーも済ませました。あとはもう今9時42分。緊張して泣きそうです。どうしよう。試合開始を待つのみ。泣きそう。いやすごい、でも会場めちゃくちゃ盛り上がってる。すごいですね。ここまで行ってってことですよね。うん。すごい緊張するじゃん。マノレおいそうっす。出ましたね。子供だって1日目の初戦で配信台で、はい、ここはセンターステージなので、なんか会場の途中央にあって、まあ、配信台みたいなところがなんか視点が集まっちゃう。なんかプロレスのリングみたいなイメージすると分かりやすい。あ、そうですね、はい、おっとここで登場した、はい、次はギルティギアストライブアンバサダーの長友選手ですね。長友愛さん、
長友愛理選手、ね、こちらギルティギアストレートアンバサダーになってからギルティギアをやり込み、はい、こちらはもう2年が経過している3年目くらいですか。そうですね、はい、ストライムはもうシーズン4になろうとしているのが3ですね。はい、映ってますよ長友さん。はい、映ってますよ、ナイス。確かに、声が聞こえてる。もうね、なんともう天井界、確か今シーズンですね、天井界最高段位に到達しているプレイヤーになります。本当に一からギルティギアをやって、本当に最初からね、その日進月歩で強くなっていったプレイヤーですか。でギルティギアストライブが世に出る際に、まあ、結構一大の有名セリフだった、ね、ギルティギア の、はい、そのフレーズを生み出した一人の人物、ね、はい、アートの部分を担当して、アート担当、はい、キルティギアがもしれないかもしれないし、こういったプレイヤーが見えるのはさあ、ラゴンソさんはかなり心を落ち着けたそうな、はい、ことで言いますか。昨日もらえるアブレザルスカイ、やばい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 独身術、独身じゃないか唇を読む力がついてきた今やばいやばいでしたね、今完全に、はい、ました。先日ね、同じラブレザルだったんですけど、はい、そうです、ラブレザル使いのプレイヤーから、ウブチ本日のアドバイスを昨日いただいてたので、うん、結構ね、初戦と1回戦った後は、なんか体の温まり方じゃないですか、はい、違うと思うんですよ。長友選手は多分本日、トーナメント上は初戦で、ですからね、浜田選手は1回勝ってきてるので、そこの緊張感っていうか、ほぐれてる、プレッシャーがほぐれてる感覚っていうのもあるとは思いますが。はい、どうなるのか見ていきましょう。まずは長友ラブレザル、はい、お進化来ましたか。なかなか、まあ、アークワールドツアーではチララ選手が使っていたキャラクターになりますが、はい、あまり見ることがないキャラクターになります。まあ、フルスタンプの非常に強力な中段だったりラゼルステップを利用した中距離からの、まあ、一気に相手を詰めるような動きが非常に強力になります。で近距離まで近づいちゃえばかなり崩しも豊富なので、結構ね、勢いのまま押し切るっていうこともできますよ。そしてもう無敵技ですね、はい、はい、こちらがフォークメーカー非常に強力、しかもガードした後派生があるので読み合いがちょっとあるっていう、はい、早めに金運送さないと確定が取れないので、かなり難しいですが、1回目は長友選手のフォークメーカー見送る形になりました。ワイルダーサンドゲラもしっかりガードして上からいきます。置き攻めを取って長友選手が反撃に出る、選ぶよ近づいてくる、これは外したのでロマキャスでフォローしていきますが、フォークメーカーで切り返す、ピークドライバーはしっかりかわしています。亀橋追い詰めたが、構えるシンガーしっかり技を置いていた、はい、どう、ワイルドティング、長友選手が懐に入ったんですが、構える選手が技を先に押していましたね。結果的にはキレスがカウンターするみたいな形になって、はい、選手的には一番いいダメージのシンガーになりました。とんでもない変になりました。いいか、近づいてくる、アベルステップという必殺技を打つ派生移動があって、よりこう強い攻めの継続もできるので、本当に近距離の圧というところが強力なキャラクター、新規スクエア差し返しからオフメーカー一段後のところでバースト、これ以上は食らえない。モマキャス上を見ているが空中らしくかわしている、そうか、飛んだところに一旦思い出に入って、フォークメーカー、体力もラウンドも余裕があるならやらない理由はどこにあると、強気の選択肢をつけていって、カマエル選手がまず1セット、はい、やはりフォークメーカーがかなり長友選手苦しめていますね。まあ、あとやはり1試合目ということで、おそらく空中投げに行きたかったシーン見えたんですが、はいはい、地上投げになってしまったりと、まあ、少し環境の違いというのも長友選手を苦しめているように見えます。あとは下段の突進からチャンスを握ります。具体的にゲットして画面端に追いつけているのは長友ラブレザル、もうバイオネートの爆発からコンボに攻めでボルトバースト、しっかり覚醒しつつ、ただ落ち着いてますね。起きてない、プレミアムに取っていく、これ下段もあります、さあ起きてる、なるほど、何を打ちかラブロバートで倒していきました。まあ、様子も長友選手に対して姿勢にもある、フォークメーカー、おお、そうですね、さらに派生があったと、はい、あれを確定取るには早めのボタン押しが必要なので、本当に準備してないと難しいですよね。さあ、タイラパリル、覚醒必殺技によるフォークメーカーなので、シンガーがかなり有利です、はい、ポルトバードで返していく、ここはもう先行読んでますよ、
客席と戦う打ち合いは、あー、裏から来た、はい、くれています。さあ、タンマール、欲しい、投げは食らえない、ロマキャン、上が見えている、タイプから長い攻撃、足元にこう置いてある。かなり長友選手落ち着いてきたように見えますね。はい、倒しきられないコンボと見てバーストを温存したのもお見事でした。カワイル選手もかなりやり込んでますよ。そうですね、もうガントからあんな攻めがとんでもない、止まらない。しっかりスタミナ回復して、ご飯も食べて、バックが入ります。カワイルピューをしつつ、手をくぐる、ロマンキャンセル、様子を見ながら下段をしっかりガンしている、ガンピートドライバーから崩しきった、最後はフルーフスタンプ。これはね、見づらいですよね、中段、まあ、中段もあるし、下段突進もあるし、時に切り返しもあるしということで、近距離、中距離の崩しは本当に任せてくれと言わんばかりのシーンに対して、長友選手の第2の持ちキャラ、マジでそうだしてきました。ジャックオン、今シーズン結構この青のワイルドアサルトとの相性がいいらしく、はい、はい、負けたプレイヤーのみキャラクター変更可能なので、ジャックオンに長友さんが入ることができます。このやっぱりジャックオン、サーバント、はい、手下を画面に配置することで、まあ、自分の攻めの展開を作りたいキャラクターなんですが、はい、あそこを青アサルトでガードクラッシュさせてから、有利になる、はい、ただ防御に回った時の切り返しリミサっていうのはラブレタル以上かなと思うので、はい、あとはかなり角度の決まったキャラクターチェンジかなって感じますよね。置けてますね、はい、置ければ無敵技は付き合わない置けるもあるので、はい、かなりいい展開今作れてます、長友選手。全サーバント置いて、シュドサーバントシュート、おいおいおい、パーフェクト出ましたよ、みなかみさん。だからやっぱこういう展開を作りたかったってことです、はい、本当にピーキーな戦い、自分が有利にすることができればその勝ち切れるような部分を一歩下狙選択ではありますが、こうなったらこれはカマエルのターンだぞ。主戦には苦しい、切り返しがない。なんかバスゲージをどう使うかというところが有名なんですが、ここは一旦全てを受け入れていく。パーフェクト KO、 ここまでの体力差があるとバースト使っても逆転は難しいの で、ね、よく長友選手も温存していきました。テンションはラウンドで見せてするんですが、バーストはラウンドで引き継ぐので、ね、はい、そこはもうこのラウンドで勝負を仕掛けるとなりました。こかして前に出る、まさめる、打撃を通す、頭を投げて、おいし力消えていきますが、裏回りもしっかり体力取れていく。はい、そう、そしてこれはデルシオンドライバー、残りますが体力有利ですね。こういう体力を削り切るのはジャックお手のものです。はい、やっぱりこのサーバーを設置していることでフォークメーカーの見極めと付き合わないようにして、ね、先ほども機能してラウンドセットを取ることができましたね。作戦はかなり長友さん機能してるんじゃないでしょうか。ただ、さっきあの佐々木さんが説明してくれた通りとか、負けた側が逆化するときに決まって、もう、ね、長友さんはジャックオーで行くしか勝ち切る方がない、はいはい、今2、1、2なので対して一応カマエル選手は続投、あの続投ですね、キャラクターを変える権利があったんですが続投です。シンガーゴがハマればね全然悪くない展開してくるんです。で、フォークメーカー、あー、派生2段目、空振りでも派生がある、はい、ただだんだんとサーバントをカマエル選手が消してきているので、まあ、空対行くから難しいですね。今後中段が立っているの、上から行く、めくるような形からダッシュ投げ、まあ、設置してフォークメーカー、黄色のワンキャンセルで画面端からは一度も癒さない、ピッチャーからサーバントが決める、2対1かなりしっかりしてる、受けながら崩してどうなる、画面端、もうここで決め切る、カマエルの勢い、壁も割らずに倒しきった。やっぱりね、ギルティギアストライブ攻めてる側がね、ゲージ溜まるんで、はい、すぐにロマンキャンセル確認になります。ワーストのテンションもなかったら、ね、長友選手気合で頑張るしかなかったんですが、はい、そちらも開けました、ね、さあ、サマエルマッチポイントになったぞ。わー、消し方がうまい。しかもリーチ悪いキャラクターなんでね、リーチを生かしてサーバントを対処していきます。そしてエルクハントからボールブレイク、これ置き締めつかないので立ち回りに戻りますよ。わー、倒れるけど
何も食らえないもうこれ S 字ガール最後は中断フルストップフィニッシュガッツポーズ見えました緊張感が伝わってくるカマイル選手の表情気を取り直してルーザーズの一戦目です名残行きの方の対戦でした配信台じゃなくても普通にみんなと一緒に戦う感じだったのでもう結構緊張はほぐれていたんですけど普段やらないようなちょっとミスとかこういう感じでコンボ落としたりとかしてやっぱり緊張していましたねもギルティギアストライブは3先なので先に 3本取った方が勝利となりますなんかこの試合は去年のエボジャパンでは、まあ、カルバドス覚醒必殺技が出なかったりだとかモルトバートが出なかったりだとかウォールブレイクができなかった記憶がかなりあってもう本当に緊張してるなと思ったんですけど、まあ、その時よりはまだ動けてたかなといった記憶があります。まあ、割とあ これちょっとよくわかんないですね。なんとか1本取りましたPS5 での、試合だったんですけどなんか遅延とかも全然そこまでほぼ感じずに普段と同じような、まあ、周りの歓声がないぐらいですかね普段かなりいつもと近い状況で環境はできたかなというふうに思いますまあ、割とバーストなど意識して行動できたかなと思いますやっぱこういう戦いはもうなんか攻め攻めにいってなんぼなのかなというふうに思ってかなり攻めが通っているので強めに行動できていますねこれが私の一戦目でもできればよかったなっていうふうにもう結構反省していますラムレザルの方が上がってくるかなと思ってたのでその相手の選手が真っていうことを情報を事前に分かっていなくて真のホークベイカーとかの連勝全くできていなくていやーやっぱりなんか普段いろんなキャラと戦ってちゃんとメモ取ってね勉強というか練習というかしっかりまとめておくことを反省しましたこの試合は結構私も前に出てかなり攻め気が強く行動できたので良かったかなというふうに思いますでもこういう一つのミスで結構流れも変わってきたりするので本当に気をつけないといけないですよね
続いてがルーザーズ2戦目となります。結構こちらの方がなんで負けたのっていうぐらい強い方でした。直前ガードされましたいやもうこの時点でえちょっと待てよって思ったんですよね。レベル高いなっていう。しっかりなんか差し返しとかもしてくるですし、対空とかもしっかりされていたので、かなりレベルの高い方だったんじゃないかなと思いました。冷静にこういうところでもモルトバーと学生必殺技もガードしていますね。ダッシュガードもしてきて、結構その硬い立ち回りをされていて、こちらも技も振りにくくて動きにくかったです。しっかりとバイオネート、 HS バイオネータを投げた後に前に出てきて剣回収できないようにするとか、あもうこれはもう天上界でもかなり上位の方の人なんじゃないかなと思って、あーもうどうしようって結構ここで焦ってましたね。私も結構エラルルームが多かったので、あもうこれは直前ガードされてもしょうがないなっていう、あの立ち回りがあまりこうバランスよく取れていなかったというか、割となんか同じような動きばかりしてたので良くなかったなっていうふうに思います。そのゲージの管理だとか、あとはその行動も毎回同じようなことをするんじゃなくて、なんかその自分の体力ゲージをしっかり見て、この時はこういう動きをしようとか、ちゃんとなんか整理して次回は行動できたらいいなっていうふうに思いました。やっぱリプレイ見てこう思うんですけど、やっぱ余裕がないと本当に動きってこう簡単に変えられないというか、自分の思ってる動き、相手も動きがこう読めなかったりとか、もう本当視野が狭くなってしまうんですよね。なので私だったら多分ここで覚醒必殺技とか無敵技とかをこう冷静でガードを多分できなかったんじゃないかなこれはもう結構このエラルルーム3段とかすると普通にベイパー打たれる可能性って結構でかいんですけど、もう結構下がり気味になってますね。もうここでちょっとひよってしまっていて、動きも硬くなって待ち気味で、なんか暴れるポイントもちょっと正直どうしていいのか分かんなくて迷ってますね。もっと違う動き本当はストックあったのにみたいな、もうエラルルームばっかりしてるもん。ほらまあ、今回はジャック王を出したのは1回の配信台の時だけだったんですよね。その他はもう全部ラムレザルで行こうと思ってラムレザル出して頑張りました。いや同じ行動ばっかしてますね。いやこれ見てもすごい思うな。
同じ行動ばっかりだ。ちょっとなんかこう切り替えられるように練習しないといけないですね。なんかそういうのもすごい反省しました。まあ、相手が強かったのももちろんあるんですけど、いやーこれねきつかったですね。もう最後はもうダウロでかなり強気に出ましたけれども、体力も残りは少ないのでもうやるしかねえって感じでした。うん、こんな感じでした。え、もう終わり？終わっちゃった。終わり？終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。どうしよう、生きてる意味がない。どうしよう。確かに。マジかー。え、いやまあでもそう、いや頑張ったからそれは泣いていいんだよ別に。意味がない。一応あと30分後はブースで組手です。あー、こちらは2日目のベリックス選手との組手。先ほどまで組手をやっていた若者さんはベリックスに挑戦ということで、開幕はお互い様子見、空振りに出して空振りが飛んでくるか、バーフステで受けている。ジャマイスは読み勝った。画面端 TS 前ハイ、ここでベリックスがバーストを切る。先端にアグエーサが届いている。ジャガイの立ち配、マヨネーズのマギャン食べた、ラストは当たっているが爆発にも仕掛けることが増えて、千鶴行きの2段目 S3 段の2段目で止めて、 S3 段がロマンキャンセル下段のジャガイの立ち配、立ち系 TS ジャガハイ2段目千鶴行き。序盤は有利に進めていたんですが、体力をまくられてしまった。さあ、この差し返しカムリがバックスで受けている。ジャンディー、チャガイス交際している。立ち入りで荒前に行く。ジャガイス、さあ画面端から近づいてきたと投げて、ダンボイ打ちからフレーム消費から投げて、イズ下段で崩してコートバートをまだ残る。上田がジャンディ、最後とりあえず山残っている。バース切ってロマキャンに近づいていく。さあゲージ回収してからダストは立っている。ハイジャンプから差し引いていく。下段からエラの一段車外スカムリ、シズリ、シズリ、忘れ雪倒しきる。さあ、あのドットからまくってくるこのチャンピオンベリックス、どうする。2本目見ていきましょう。立ち配、シルの反撃はもらわないがダースを使う。チャンエスから降りてきて、シズリはカードして下段はバックステップ、近づいて一気にスコップへ。しかしエラル一段をチョップか、ここは反撃をもらいたくない。1回かかって画面外し、シャガハイでぶった切ってシズリーからキングエスト、立ち系マイハイスラーデュエル2。カムリからあバレたと思ってシズリーが飛んでくる。 KD ダメダスト立ち合い空振るとエンエスが飛んでくる。キングエスト直下で突き飛ばしてマイハイスカガード、マイパー紫のマイキャンからシーズンより1段目シーズンが降ってきて、シャガピーからフラットレージになったと投げを選択。バーストサク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 サ。なんとか1ラウンドもぎ取ったのは中友さんのラムレザル。デュエル3ジャンプして着地に飛んでくるカムリユキ、ジャンプ KD 2回頑張っていかないが
悩みが十分といったところ、マイパン、エラル、ただのバックスリーキース、近づいてキース、シャーカーエース、ジャンパイは当たっていない。最後マイパン、エラル一段直下からの投げ、お手本のような反撃、しかし狙っているのもなかなか難しい。近づいて下段下段、シールドで逃げていく、一旦中央戻ってジャンプ系で降りてくる。スパインはシズリからのシズリ、勝利したのはチャンピオンのフェニックス。広場にはキッチンカーなども充実していて、美味しいお昼を青い芝生で食べることができました。美味しかったです。はい、パワー